マスターやっこ。私枝豆。あいよ。深夜食堂が再びあなたを満たします。こちらのマスター、食べたいものがあれば何でも作ってくれますから。深夜食堂的第二部电影在中国大陆要公映了，和过往我们看到的深夜食堂的电视和电影作品相比，它保留了哪些元素？它又做了哪些改变呢？いや、これは多分監督がいらっしゃったらお答えできるんですけど、まあ、私がまあマスターとして出てて、特別あの前作と比べて変わったとかっていうようなところはあの大きくはないと思います。あの皆さんがそこに、まあ、あの夜中にあの何かちょっと満たされない空腹を感じてお店に開けて入ってきて、その中で少し気持ちも満たされてちょっと前向きになって、新しいちょっと気分になってお店を出ていくという、そういう意味では変わらないかなと思ってますけどね。是，从2009年到今年已经过去8年时间了，您一直在拍摄《深夜食堂》，我很好奇啊，您没有感到厌烦吗？あの飽きてると思いますよ。あのある意味それでなんていうんですか、ただあの空間っていうのがもう本当に最初から変わってないんですけど、8年前と。それとゲス、常連のお客さんっていう人たちも変わっていませんね。だからそういう意味でもう僕もそこのマスターの役なんですけど、あの空間に戻ってきたり、またその常連のお客さんとまたそのシリーズかあの変わっても再会すると、なんていうかまたなんかこうあの懐かしくなっちゃうというか。おいしかです。マスターさんがおるけん、こん店にみんな集まってくるとやね。我不知道您个人有没有这样的一个习惯，如果您工作繁忙的时候或者碰到压力的时候，您会吃一碗拉面或者是茶泡饭？どうですかね。僕はまた友達と楽しい会話してるっていう、あのなんか極めて身近な人、お友達なんかと一緒にお酒でも飲みながら、あなんか なんかあの特別なお話じゃなくてもくだらない会話をしているというところでかなり リラックスできますけどね。其实每一个人碰到压力的时候都会有不同的减压方式，你比如说我在东京的一些小酒馆经常会看到哈，有些人他喝一两杯就开始大声的说话，如果他喝多了他就躺在马路上睡觉过夜。但是这让我很好奇，因为我知道日本它是有一种隐忍的文化，日本人他对于这个日常生活当中啊，他是非常克制自己的，为什么一到了深夜他就会这样一种出现这样一种强烈的反差呢？どうしてなんでしょうね。その非常にそれは多分本音と建前は中国の文化でもそうだと思うんですけども、本音と建前はあると思います。ですからその本音というのは、まあ建前というのは、まあ日本人はそのあまりその周りの人たちに対してあのなんていうんですかね、そのこれは恥ずかしいことをしていけないとか、あのやっぱり あるんですね。でだけれどもお酒飲んだりなんかするとあのやっぱり出てきちゃう。人に迷惑をかけちゃいけないと言いながらお酒飲んじゃうとわーっとこう自分オープンになっちゃうっていうのは、あの日本の、まあ、そういう現場ではよく見られる景色だなとは思います。さあ夜中まで飲んで道路で出てる人たちはでも確かにいらっしゃるからな。でもなんで そういうのが、なんでそうなんだろうね。日本人なんか そんなにプレッシャー感じてるかどうか、でもそれ中国の人から見るとまたやっぱり見る景色が違うと角度が違うんで、まあ、指摘の通りだと思います。ただなんかでもみんなそのお酒飲んで頼りにお酒を飲んでるというよりかは楽しく飲んでるとは僕は思ってるんですけど、私がマスターによくしてもらったように
いつか誰かが困っていた時同じことしてあげられたらなって。ありがとうね。ずっと昔の。在夜深人静的时候和陌生人说话，这一点好像是深夜食堂的一个突出的一个主题。您怎么样理解这样一种诉求？在现代社会当中，我们是不是需要和陌生人说话这样一种诉求呢？だからその非常にその知らない人と話をしなければいけないというプレッシャーでドラマは始まってないような気がしますね。いつの間にかあなたもいつの間にかこのカウンターでマスターがいて、そういう小さな店の中ではそんなにこだわらないで背広上着を脱いで軽くなってお話しましょうっていうふうになってるんだと思いますね。さあ始めましょう、さあお話ししましょうっていう、そういうプレッシャーが生じているようなことで始まってない、お店の中では始まってないんだろうと思います。いつの間にか何か会話が始まってるのかなっていうふうに思ってますけどね。我不知道您自己有没有总结过哈，因为我看了那么多集的深夜食堂，我发现一个现象，出现在这些电影或者电视当中的这些人物，他们都带着自己的烦恼想去解决这个问题，但是在最后故事的结局，他们往往没有得到很好的解决这个问题。你比如说我很印象很深刻，茶泡饭三姐妹，他们最终还是单身。像有一位，我记得有一个忘了名字，他好像一直想追求做一个音乐人，但是最后他却不幸的因为疾病而去世了。どうもそうです。非常に僕は監督がどういうふうに考えたのかは分かりませんが、その未完という意味では人生は生きている限りにおいて完成しないんですよね。その人の人生は生きている限りにおいては本当にその先は分からないので、本当に亡くなった時に初めてその人の人生が完成したとも言えるんで、そういう意味でそのドラマに出てくるその深夜食堂の中に現れてくるいろんなゲストの人たちのが未完で終わる、完成していないという意味合いは当然生きている限りそうなんだろうなとは、書いてないという意味ではそうだろうなと思いますね。ただ非常にある意味解決しているところもあって、それは何かこう自分一人で生きているんじゃなくて、周りによって自分も影響を与えているし、与えられているし、与えているしというように、あ、周りに仲間がいるんだな、人がいるんだなということをやっぱりその感じれば、たった一人でこの世を生きていくというような意味合いよりかは非常にこう、気持ちも余裕があるし、あるいはこう勇気を持って、もしかしたら明日から生きられるのかもしれない、同じことを思っていても昨日までとちょっと違って今日はちょっと前向きに強い自分にもしかしたらなれるかもしれない、それぐらいの変化があるとすると、やはりなんか一つこう何か前進したような、解決したような気持ちもちょっとしますけどね。食べたいものがあったら何でも言ってよ。続深夜食堂事のようだね、川面の上を深夜食堂，它聚焦的是一些城市当中的一些失意者，有的人他有家不能回，有的人他有家不想回，很多都是一些在大都市打工的年轻人，那他们可能就像是无依无靠在这个城市当中，就像是这个城市的孤儿，而这个深夜食堂就好像是一个孤儿院，在北京也好，在东京也好，其实都有大量的这样一些人存在。您想对这些人，现实生活中的这些人说些什么吗？いや、だから僕なんかはなかなか言えなくて、僕も若い時はその仲間の一人だったような気もしますよね。芝居とか始めやってると本当に周りから見れば何やってる人だか分かんないし、それでやっぱりバイトしたりとかして、とりあえず何か稼がなきゃいけないし、それもわずかなお金だったし、それで食べ物が
食べに行っても割と深夜になっちゃうとか、多分深夜食堂に出てくる人たちとそんなに変わらない生活してたんだろうと思いますね、若い時は。なんかみんなそういうふうにこの世の中でちょっと漂っているというんですかね、その感覚はみんな誰にもあるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。